こんばんは、平井弘明です。インパクトゾーンにはダウンブローとかレベルブローとかアッパーブローとかあると思うんですけど、僕のイメージとしては全部この3つは綺麗ごとに感じます。僕はもう V 字。ガンガンって感じ。V 字なの？ V 字。V 字で相当強いですよ。平井弘明のワンナップゴルフ。ダウンブロー、アッパーブロー、レベルブロー。レベルブローは俺やるんだよね。ハーフトップ打つから。あー。レベルブローのイメージはあるけど、レベルブローと V 字しか俺持ってない。持ち合わせないんだけど。俺ね、ダウンブローとアッパーブローはね、なんかね、綺麗すぎちゃってできないのね。いや、やってんのはいいの。いいのよ、皆さん。やってんのはいいんだけど、俺はできないのね。あー。なんかね、それを意識しようとすると思い切れなくなっちゃうの。だから V の方が全然いいのよ。思い切れるから。で、V にしようとして鋭角に入れて体回転したらダウンブローに結果的に俺はなるっていうイメージをしてるのね。だからめっちゃくちゃ V なんだけど。あ、そうなんだ。そう。で、止まることはないから。体が。だから V にならないっていうだけの話。でも V にしないと、前も動画でやったけど、マット擦れないんだよね、素振りで。そう。あの、俺、ドンってマットするじゃん、こうやって。うん、こうやって、うん。これ相当 V なの。ああ。それで回転してるから、V にならないっていう。要は、こうやってなんなんだよね。こうやってなるから。はい。でね、ダウンブローの勘違いしてる人いるんだけど、うん、勘違いかどうかわかんないんだけど、あの、結局、レベルブローが、右軸になったか左軸になったかの話をしてんのね。だから、例えば、こうやってやるじゃん。こうやってなるはずなんだよね。これが、こうやってなる人がいる。これはさ、要はロフトが立ってさ、あ、こうやって、ハンドファーストに当ててんじゃん。結局、こういうことだよね。こう。同じ振りをしなきゃいけない。ああ、軸が傾くから。そう、そう。だから、こういう傾斜で普通のスイングしてんのか、こういう傾斜で普通のスイングしてんのか、こういう傾斜で普通のスイングしてんのかっていう、平らなところで。それの差だからね。あ、そうなんだ。そう。だから、こう、結局、こう軸の問題だから、体の。うん。うん、だから、何を勘違いしてるかっていうと、軸真ん中で、まっすぐで、こういう、クラブだけこうやってやってる方がいらっしゃったのね。だから、それは違うんじゃないかなと思ったのね。だから、あの、多少なりとも、こう、ちょっとこう左に傾いたりとか、そういう風にやると、もっとやりやすいし、要はロフトが潰れないよね。潰れすぎない。要は、このまんま、こうやってちゃんとなるか、こうやってちゃんとなるかっていう。これがこうなりすぎたりとか、こうなりすぎたら良くないから。だから、しっかりと、アッパーならアッパーで、こうやって打ってあげたら、相当こうやってアッパーに触れてるんだね、今のなんかは。そうだ、それで、例えば、軸そのまんまで、こうやってやっちゃダメだよねっていう。あ、はいはいはい。そう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 。だから多少軸もこうやって傾けていいですよっていう。うん、あんまりこうまっすぐまっすぐしちゃうと、なんか変な動きになっちゃうね。うん、ボールに、まあクラブとボールに力が伝わんないスイングになっちゃうから、まあこういうスイングをイメージしたり、こういうスイングをイメージしたりっていうのでいいんで、あんまりこう変にクラブだけとか、そういう風になんない方がいいよね。難しくなっちゃうんで。例えばじゃあ、アッパーブローで打つんだったら、アッパーブローで打つ球を打ちたかっただけだから、そこにスイングのなんちゃらかんちゃらっていうのは入れなくていいんで、ダウンブローで打ちたかった球があったからだから、例えばじゃあ低く打ちたかった。だから低く出ればいいんじゃない。だから、難しく打たないことよね。ちゃんと距離が出せて、しっかりと回転できて、クラブが出てれば球は低くなるんで、そういう物事っていうかそのやりたい球に対して、なるべく一番簡単な方法を選ぶ。ってことが大事。ダウンブローって多いね、確かに。おい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 。なんで？なんでみんなダウンブローで打ちたいの？アッパーブローで打ちたいみたいなのはないじゃん、あんまり。ドライバーぐらいじゃない？ああ、
やっぱ あるとしてね、うん、なんでなんだろうね。飛ばしたいとかスピンを減らしたいとかとダウンブローも、うん、だけど飛ばしは多分普通にクリーンに打った方が飛ぶと思うけどね。あ、ロフトを立ててるだけ、うん、したらあの攻防行ってロフト立てた方がよっぽど飛ぶけどね。ほんで普通に振った方が、普通に振った方がいい、全然無理ないからね。結果体に負担になるからね。そうだよ、うん、ドライバーと打ち方を分けなきゃいけなくなるし、うんうん、そういう問題が出てくるから、したらストロングロフトのアイアンを買うか、うん、今の自分のアイアンをロフト立てちゃった方が、うん、ドライバーと同じスイングしたところで飛ぶから、そういうセッティングの方が楽だけどね。でもなんかダウンブローの動画多いなって感じするもんね。多い。YouTube でね。うん。まあそのダウンブローこう回転してないとダメだからね。ダウンブローって体が止まったダウンブローって引っ掛けるからね。だから回転しないっていう動画多いのにダウンブローが多いっていうのはどうなのかなと思うけどね。あ、回転しない動画多いんだ。要はこう右肩止めて、ね、そうこうやって。それ多いんだ、動画。多いと思うよ。そうなんだ。ああ、右肩突っ込むなっていう。あ、まあ、突っ込む突っ込まないの言い方になると、うん、突っ込みっていうのは良くないから、うん、結局軸がこうなんなきゃいい話、うんうん、こうやって回るんだったら全然いいけどね。あ、はいはい、右肩回る。アドレスの軸のままこうやって回転したら無害だからね。全然。ただ背屈とダウンブローはミスマッチね。小屈とダウンブローがマッチ。ああ、はい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 。ただ不思議でしょ、ダウンブローと小屈って右なんだよね。要はこうちゃんと肘を返せる人は小屈すると左行くし、あ、そうだ、タイミング合わないともちろんダメなんだけど、要はフェースがこの向きでまっすぐ戻ってこなきゃいけないってことよね。こうやって、そっか、小屈するとだいぶそういう角度になるんだね。そう、こうなるから、ね、これフェースまっすぐじゃん、うん、そしたらこの角度じゃないと当たんないってことよね。例えばこれが手が真ん中行くよ、うん、そしたら左向くじゃん、フェースが。そうだね、そうこうやって左飛んじゃん、こうやって。難易度は上がる、うんうん、やっていいけど、うん、おすすめは俺はしないけどね、絶対に、うんうん、このままこう、アドレスの背屈のまま、こうやって出してあげると、よっぽどいい球出るからね。そうだね。うん、なんであれぐらいの意識の方が、絶対いいかなと思います。小屈をしたいのか、ナイスボールをしたいのか。そうだね。どっちになるかだよね。ナイスボールを打ちたい方が先であってほしい。それか、小屈してナイスボールを打ちたいのか。それはなんでってなっちゃうんだよね。なっちゃう。あ、じゃあ、もっと言うとナイスボール打つために小屈してんだかもしれない。どういう球が打ちたくてだろうね。そうそうそう、だからいつも言う逆算、そうそう、話になるってことだよね。そうそうそう、だからスピン量抑えて多少強い低めの球を打ちたかったっていう答えならマッチしますよね、うん、だから小屈してるだったらいい。そう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 、そういう答えになってくれば絶対上達する。てか、あの、小屈がうまくいく。小屈が先にやっちゃダメなの？ダメ。小屈が正義ではないから。じゃあ何のために、どんなボール打つためにそれやってるんですかに答えられないことはやんない方がいい。やらない方がいい。そう。そうだね。その答えが出ないんだったら、うん、いや、ダメだね。今のすごいいいこと言った、俺自分で。うん。ね。もうそこだけになっちゃったね。それしかないね。そうだよね。うん。いや、ほんとそうよ。でも、小屈に罪はないんだもんね。ないのないのないの。小屈に罪があるわけじゃなくて、うん、どんな球打ちたくて、うん、だから小屈してるじゃなかったらダメだよって言ってるだけで、そう、屈がダメだって言ってるわけじゃないってこと。そう。そう。やり方なんて何だっていいの。だって、本当にナイスストレート、うん。ナイスストレートを打つために、100人いたら100通りあってほしいから。ああ、そうだね。そう、うん。全員ナイスボールは小屈、背屈。ってわけではないってこと、うんうんうん、絶対そうです。ボールこっから先の得点だからね。あ、ここで起きてることは得点にはないから。あ、そうだ、0点だ、そう、0点というか得点じゃないから。そうだね、あ、まだ始まってないって。そう、この子が飛んでくのが得点になるだけだから。そうだね。そう、
いいのよ、排出する側なんて。そっか。なんだっていい。だからヌンチャクでもいいと。そうよ、ほんとそうよ。それがほんと重要ですよ。それが分かってきたら、絶対スイング求めなくなるから。そうか。そう。求めるのは、今から打ちたい距離に対しての力だけになるんだから。その力で振りたいスイングが何々になってくるから、うん、150ヤードはこの強さ、その強さで打ちたかったらこのスイングが一番いいなってなってくるから、だから絶対にヤーデージに対しての球筋でね、それになってくるはずなんです。なんでスイングは気にしないんです。そういう動画です。今回もいい動画だと思います。ちょっとやっぱね、登録にいつも持ってかれるんですよ、最後ね。まあでもいいです、本当にナイスパートナーなんで。ありがとうございます。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。